チンアンコウの作り方。使用するバルーンはこちら。顔を作りましょう。260チョコレートに空気を入れます。7センチのバブルを1つ、絞りひねり、8センチのバブル、絞りひねり、9センチのバブル、絞りひねり、8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。260チョコレートをもう一つ膨らませます。160チョコレートを膨らませます。結び合わせてください。指定した絞りひねりに取り付けます。10センチのバブルを2つ作り、反対側の絞りひねりに絡めます。口巻きを指定した箇所に絡めます。160チョコレートではひねりを1つ、顔のパーツを1周し、反対側の絞りひねりに絡めます。この時、風船に曲げ癖をつけます。はひねりを作り、残りはしぼませます。5インチラウンドチョコレートを膨らませます。最初のバルーンの口巻きと結び合わせます。
目を作ります。260白を3センチほど膨らませます。両端を結び、球形にします。これを2つ作り、顔に取り付けてください。260チョコレートで15センチのバブル。もう一方で20センチのバブルを作り、ひねり合わせます。絞りひねりを2つ作ります。5センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。残りは絞ませてください。尾びれを作ります。160チョコレートに15センチ空気を入れます。両端を結び合わせ、輪っかにします。指定した絞りひねりに絡めます。260黄色に3センチほど空気を入れます。両端を結び、球形にします。160チョコレートを膨らませ、連結します。絞りひねりを2つ。風船に曲げ癖をつけます。適当な長さでひねり、残りは絞ませます。
した絞りひねりに取り付けます。土台を作ります。5インチラウンド紺色を膨らませてください。もう一つ膨らませ、連結します。同じパーツをもう一つ作り、組み合わせてください。土台とアンコウを組み合わせてください。目を描きます。これで完成です。お疲れ様でした。